ドイツ国首相は1871年から1945年まで存続したドイツ国の首相に相当する官職。国政に応じて帝国最小、首相、来非首相とも訳される。1871年から1918年までの第二帝世紀においては帝国最小として皇帝の下で帝国指導部を 1919年から1945年までのバイマル共和制第三帝国期においては首相として大統領の下でドイツ国政府を率いた。来費はドイツ語で国や帝国などを意味し、カンスラーは本来秘書官などを意味していたが後に最小と訳されるようになった。英語ではチャンセラーという言葉が当てられる。来質感ソーラーという官職名は 中世から近代諸島まで至るドイツの最小伝統に由来する。今日でもドイツ連邦共和国とオーストリアの連邦首相という官職名に影響を残している。なお、帝国最小の称号は他のドイツ語圏の君主国でも使用されており、例えば、オーストリア・ハンガリー二重帝国では1867年にフリードリヒ・フェルディナント・フォンボイスト伯爵が 帝国最小の称号を授与されている。ドイツ諸法中最大の国家であるプロイセン王国の派遣のもとに、1867年に成立した北ドイツ連邦は、プロイセン王を連邦主席とし、加盟確保の調整機関である、連邦参議院、帝国議会、簡素な連邦行政府を有していた。この行政府の頂点として、プロイセン首相、オット・フォンビス・マルクが、 連邦最小を兼務した。最小という称号は中世前期から皇帝内し、国王の最高保筆者に与えられており、プロイセン改革におけるカール・アウグスト・フォン・ハルデンベルクの最小独裁のように、君主性的、官僚性的、反議会的な要素を象徴していた。すなわち、最小の権限は、君主の信任にのみ依拠し、議会から独立しているという点。 さらに内閣において他の大臣より特別の地位を占めているという点において最小と内閣の主席大臣たる首相は異なっていた。したがって連邦最小ないし帝国最小という職、そして最小によって統率される行政府は1848年の3月革命で成立したフランクフルト国民議会において選出された帝国大臣主席と 大臣主席を長とする帝国内閣と違うものとして捉えられていた。1871年1月18日、南ドイツ諸法が北ドイツ連邦に編入され、ドイツ帝国が成立した。これに伴い、連邦主席の称号は皇帝に、連邦最小は帝国最小に改められた。初代帝国最小には引き続き、オットー・フォンビスマルクが就任した。 同年4月16日、ドイツ帝国憲法が発布され、新帝国の統治体制が定まった。帝国最相は、ドイツ帝国の原首である皇帝によって任命され、皇帝の権限である、帝国法律の制定、交付、執行の監督、直令及び処分について、責任を負った。すなわち、帝国最相は、政治上の責任を皇帝に対してのみ負い、 帝国議会から独立して政務に当たったのである。なお、帝国最小は連邦参議院の議長を務め、その諸事務を主催した。帝国の中央政府は、帝国を構成する処方の既得権を犯さないという条件で設置されたため、正式には帝国指導部と呼ばれた。このため、建国当初、中央省庁の数は少なく、多くの法案作成や行政事務を、 プロイセン政府に依存した。ゆえに、帝国最小は、1892年から1894年の一時期を除いて、プロイセン首相が兼任した。また憲法上、帝国最小を助ける大臣や内閣についての規定はなく、1918年まで帝国閣省庁の庁は、君主に対して最小と同様に責任を、 大臣という称号を帯びなかった。つまり、帝国各省庁の庁はその業務について自立した大臣ではなく、帝国最小の下料として、その指示に厳格に従う国務長官であった。このように、帝国最小は、ドイツ帝国の統治体制上大きな権限を掌握していたのであるが、皇帝の意向やプロイセンをはじめとする諸法政府の動向に配慮せねばならず、また、 事故の政策に対して国民的支持を取り付けようとする場合、帝国議会に与党多数派を形成しなくてはならないなど、その地位は複雑なものであった。1918年第一次世界大戦でドイツの敗戦が濃厚になり、改革の機運が高まっていった。十月二十八日に憲法が修正され、帝国宰相はその職務遂行に際して帝国議会の信任を必要とし、 連邦参議院を呼び、帝国議会に対して責任を負うこと、皇帝が権限を行使する際に、帝国最小が責任を負うこととなった。しかし、このような議会主義的訂正も国民の支持するところとなり得ず、11月3日にドイツ革命が始まった。9日、帝国最小マクシミリアン・フォンバーデンは、皇帝の大位を独断で発表し、 社会民主党党首のフリードリヒ・エーベルトに帝国最小職を譲り渡した。同日、フィリップ・シャイデマンが共和国成立を宣言し、帝政は崩壊した。1918年11月9日、革命により帝政が崩壊すると、帝国最小及び帝国指導部も廃止され、革命時に成立した老兵協議会と人民委員政府が暫定的に権限を掌握した。 1919年2月にバイマル共和制が発足するとフィリップ・シャイデマンを主犯とする内閣が組閣された。新たに成立したこの行政府は訂正から意識的に距離をとって内秘政府と名乗り、主犯も内秘大臣主席と称した。しかし、ドイツ国政府という名称と各省庁の長である内秘大臣の称号がそれ以降、 1945年のドイツ国崩壊まで用いられたのに対し、ライヒ大臣主席という名称は公用語では定着しなかった。バイマル憲法の制定に際し、社会民主党が提案したドイツ共和国の国号が拒否され、以前からのドイツ国が国号として採用されると、1919年8月、ドイツ国政府の主犯は、平政時代と同じライヒスカンツォーラーという名称に、 戻った。バイマル共和制及びナチスドイツのライヒスカンツォーラーは、帝政時代と異なり、日本では一般的に首相と訳される。バイマル共和制において、首相は国家元首であるドイツ国大統領によって任命され、ドイツ国政府の議長として政治の基本方針を定め、国会の信任に基づいて職務を遂行し、大統領と国会に対して責任を おうようになった。また、国会の信任を失った場合は、首相は辞任しなくてはならないとされた。しかしその一方で、首相は、バイマル憲法の第48条に規定された大統領緊急令に頼って、議会の多数話でも統治を行えた。特にパウルフォン・ヒンデンブルクの大統領時代の後半には、議会主義政党の弱体化もあって、大統領の信任のみを基礎とする。 大統領内閣が状態となった。アドルフ・ヒトラーが1933年1月30日に首相に就任して間もなく国家社会主義ドイツ労働者等による一党独裁体制が確立し議会制的政府形態は終わりを告げた。1934年8月にヒンデンブルク大統領が死去すると国家元首に関する法律において首相職に 大統領職を統合し、さらに大統領の職権を、指導者権ドイツ国首相であるアドルフ・ヒトラー個人へと、異常させた。以後、日本では、ヒトラーの地位を相当と呼ぶようになる。第二次世界大戦末期、連合国軍がベルリンへと迫り、ドイツ国が崩壊する中、1945年4月30日に、ヒトラーは自殺した。 彼は遺言書において側近であるヨーゼフ・ゲッペルスを後継者として首相に指名した。これはドイツ国が当時すでにその大部分を連合国軍に占領され、ゲッペルスもヒトラーの死の翌日の5月1日に自殺したので政治的な影響はなかった。同様にヒトラーの遺言書により大統領に指名されたカール・デーニッツ帝徳は5月2日にシュベリーム・ハクルート・ビヒホンクロウジクに 暫定政府の指導を委任した。しかし、クロージクはドイツ国首相の官職名を用いなかった。第三帝国期における最後の政府は、正当性はヒトラーの使命のみを基礎とし、支配領域はほとんどなく実権の乏しいものであったが、5月23日に連合国軍により公式に廃止された。ドイツ帝国憲法第十五条、ドイツ帝国憲法第十七条、 ドイツ帝国憲法第15条。木村康次、近代社会の形成と国家統一。その後、各方を超えた帝国固有の行政事務が拡大するとともに、外務省、内務省、海軍省、鉄道省、郵政省、司法省、財務省、植民省などの帝国省庁が設置されていった。帝国の官職はそれに対応したプロイセンの大臣によって兼務されることが、 通例であったため、事実上、帝国指導部の大抵の構成員は、大臣ではあった。持田幸男第二帝政の国家と社会。前景、審判世界各国史13ドイツ史のほか、世界歴史体系ドイツ史三、若尾雄二井上茂子編著近代ドイツの歴史、18世紀から現代まで、などの通史概説書を参照。なお、 バイマル共和正規のライヒスカンツオーラーを最小と訳す例もある。村瀬沖雄、アドルフ・ヒトラー、ヤシヤケ聖典、ドイツ憲法略史など、バイマル憲法第53条、バイマル憲法第55条、第56条、バイマル憲法第54条、バイマル憲法第50条、第56条、バイマル憲法第54条、ありがとうございます。